はい、皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、コロナ禍が収束した後、集客に苦戦している先生が最初にやるべきこととはというお話をテーマに今日はしていきたいと思います。えー、と最近ですね えーと新しい先生と、えー、面談とかあのお悩み相談とか、ね、受けているんですけれどもその時に、えー、とどういうタイプの人が最近多いかっていうとスキルはあるんです。あと長年やられているで、まあ、大体7年以上とかね、まあ、5年以上とか十何年とか、まあ、いろいろいらっしゃるんですけれどもスキルはあるんです。で今までもコロナ禍前とかは特に集客ウェブのいたれもせずに やっていてもうまくいっていた教室がここへ来て集客に苦戦している先生が増えているんです。で増えているんですっていうのがお悩みを聞くからです。で、えー、とその理由っていうのがお,およそ私の中では、えー、分析もできていてでかつその対応策っていうのも自分の中でねこんな感じかなっていう背景時代背景と未来に向かってどういくのかっていう。 部分も含めてちょっとね、今日はお話をしてみようかなというふうに思っていますので、えー、今もしかしたらそんなに集客苦しんでいなかったとしても、未来予測としておそらく同じような状況っていうのが出てくるので、今日はあのー、そういった、えー、今はとりあえずあのバ、爆上がりしてる方は別に聞かなくていいです、そうじゃない方、同じぐらいかな、が落ちてる方。 はぜひ聞いてていいいいたただきななという内容になっています、はい、ではですねあの本題に入っていきたいと思うんですけれども、えー、っとそのどういう方がね、えー、苦戦しているかっていうとコロナ前はそれなりに教室がにぎわってましたでコロナ中はなんとかオンラインに切り替えながら、ま、対面からオンラインになんとなく切り替えながら意、えー つなぐ、流れるみたいな状態で持ちこたえた。で、いよいよもうコロナ収束してきました、いろいろな解除制限解除取れてきました、この状態になったら、昔の生徒さんも戻ってくると思いきや戻ってこないっていう、まあ、こういうケースがあの多いんですよ。で、じゃあそこはなぜなのかっていう話をね、ちょっと背景からお話をしていきたいんですけど、まず、コロナ禍のオンライン、これがですね、 結構あのいい方に傾いた先生と悪い方に傾いた先生が、えー、分かれてしまっているんですね。でいい方に傾いた先生っていうのはどういう先生なのかっていうともちろんオンラインにも長けているでかつそのウェブ集客がもともと割とできていた発信も割とできていたそういう先生が 例えば地方の人とかで対面で習っていった先生が占めてやったわけなんでオンラインという土俵で比べられるようになっちゃったんですよね。オンラインという土俵で比べられたときには全国どこでもいいんですよ。ということは例えばその地方で近いからって言ってた人がいたとしますよね。これあのご相談してくださった方がそうだって言ってるわけじゃないですよ。あのケースとしてそのケースがありますよということをお伝えしてます。 近いから行っていたで。だけどその先生もオンラインになっちゃった。そしたらはっきり言って全国区で好きなとこ行っていいんですよ、そのクライアントさんは。で、全国のどこでもいいんです。で、あじゃあここ行ってみようかな。あ憧れてたこの先生もオンラインやってる。通常はリアル対面で人数制限で受けてない先生もコロナの時って当然、対面やらないから。 あの人数制限なしみたいな形でのオンラインでたくさんデモンストレーション型で受けるとかそういう先生もすごい増えていたので、まあ、その時に体験しましたであ案外この先生も好き面白いかもではしごができるんですよ対面じゃないから午前中この先生午後この先生っていうのもエリアが遠かったら本当はできなかったかもしれないのができちゃうんですよ で、いっぱいの先生知る機会があったのがコロナ禍の3年間です。で、じゃあ、これが終わったら、対面も例えばできるようになりました、オンラインもできるようになります。そういう時にどういう現象が起きたかっていうと、コロナ禍で知り合って、オンラインで気に入った先生のところに、距離が遠くても、交通費がかかっても、その先生に会いたい、その先生に直接習いたいということで、行っちゃう人が 増えてきたんですよということは、どういう局面が起こっているかというと、人気の先生はより人気に、で、あのその先生が悪いって言ってないんですよ、その人のところに行っちゃったがために、その先生のところに行く優先順位が減っちゃったということにより、人が来なくなったっていう現象が起きたのが、コロナ禍とコロナ後のところで一つ、えー、出てきている現象です。で さらに言うと、オンラインに飽きてきてるんですよ、皆さん。便利なんですよ。便利なんだけれども。で、また、えー、と逆戻しの部分で、対面ってやっぱりいいよね、楽しいよねっていう、揺り戻しとかがね、来ていたりとかしているんですよ。だから、あのー、何じゃ基準で選ばれるのかって言ったら、パーソナリティなんですよ。その先生のパーソナリティと、えー、訪れる生徒さんが、 オンラインでは味わえない空気感も含めた状態、もちろん試食とかできるとか、その状態も含めた状態でですよ。で、体験がどれだけ楽しい状態ができそうかということに対してお金を払うっていう形です。だからオンラインより高くてもありなんですよ。当然、対面っていう部分の価値が変わってきているので。うん だからむしろそのオンラインで知り合った人がさらに対面で高くても通うことができるきっかけになっているオンラインみたいな形になったりとかしているのがここ数ヶ月現れ始めている現象でこれはもっと加速すると思っていますあの飢えてる <laughs> あの対面でリアルで会えることになので私は基本あのオンラインをあの進める方の 考え方を持っている人ですなぜならばオンラインは天変地異とか環境とかいろんな事象があったとしても開催ができるしどこの場所でも開催できるからっていうメリットが大きいからです。とはいえですねあの100%にオンラインっていう形ではなく、えー、また少し状況が変わってきているので3割ぐらいは対面しましょうかみたいなイメージ。 に今なってきてきいます、はい、3割ぐらいは対面で、かつオンラインの時より高い値段になります。リアルで材料費とかかかっていきますし、リアルで人数制限になるし、リアルで拘束されるような状態になるから。ということは、高いお値段を払っても、習いたいっていう人を、えー、再集客しないといけないので、その時に何が必要になるかっていうと、 ウェブの集客に長けている必要があるんですよ。今まで例えば声をかけてとか近所で来てたっていう人たちが来なくなったとしたらウェブで集めるしかないんですよ。でウェブで集める集め方いろいろありますよ。SNS もちろん頑張るっていうきっかけとして頑張る。で、ホームページとかでね、自然に検索されて自然に選ばれるっていう。ウェブを頑張るっていう大きな 大きなな全体目標は間違ってないんですよだけれどもそのテーマにしているね最初にやるべきことはってなってるじゃないですかこれって、まあ、ゴールになる場所つまりお客様が申し込みをするきっかけになる一番最初に見られる場所それがホームページなのかランディングページと呼ばれるコースとかある特定のレッスンが申し込まれるページなのか このあたりの強化をしないといけないんですよで、これって一人でできると思います結構大変なんですよ客観的にあのー、申し込まないですよねっていう動線設計ないしは、えー、ページの文章ないしはうんとボタンの配置とか文章の書き方とかページ構成とかこのあたりはやっぱりねプロに一回ちゃんと見てもらった上で 今のこれあともう一つポイントです今の時代に合った構成にしないと今の時代での皆さんの動きについてこれない状態になるんですよ。今の時代ってじゃあ何なんだって言ったらより生々しい体験であったりとか考え方思想先生の思い だから、発信にしてもライブとかの方が人気になりますよね、まあ、動画であったりとか、ブログはもちろんブログでいいんですよ、文章を読んでもらう。ただ、その文章も、その人らしい文章、その人が感じている思いとか、それが中心に書かれている内容の方が選ばれやすくなる。だから、あのー、前から言ってるんですけど、レシピは無価値化するっていうふうに私、言ってます。 レシピの配合そのものにはあまり価値がなくなってきます。なぜならば、それはいろいろなところで手に入れることができちゃうからということなんです。で、大切にするべきなのは、そのレシピの配合を決めた思想が大事になってくるので、そこに価値を持たせた形で、レッスン構成をしていかなくてはいけないっていう、今、第2弾の時代に突入しちゃったんですよ、コロナ禍の間で。 AI とかもすごく進んで、まあ、最近で言うともう本当に AI の人工知能での文章を書いてくれる絵を書いてくれる凄まじい進化ですよねでこれでできちゃうレベルのものって習いに行かなくてもいいっていうことなんですよだから知識を与えるだけの教室っていうのはいや知識 YouTube で知れるし、うん、内容分かるしっていう人にはいらない教室になっちゃうんですよ体験とか その先生の思想と思考と一緒にその場に集うみんなと体験できるこの人間らしいあのヒューマンコミュニケーションですね。ここが重要視されるようになってくる教室業になってくるんですよ。ということはその最初に触れるであろう入り口のウェブのページの大事なページの見直しと強化チェックこれ結構大事になります。 でここ最近申し訳ないですけどチェックさせていただいている方皆さんスキルがあるの分かるんです写真を見るとあこういうのを教えてくれるそうなんだなっていうのは理解できるんですよだけど申し込みたくなるように書かれてないので申し込みが入らないんですよだからそこに手を入れてまず整える直すその上でそのページを見てもらえるように SNS をきちんと扱っていくっていう作業が必要になります。なので具体的に何が必要なのかって言ったらそれが正しい要は、えー、と呼びたいお客様にとって魅力ある内容になってるかどうかのチェックが一番最初に必要なんですよ。これ1人ではできないはずなんですよ。なぜなぜらばばできていれば 売れるページになっていてい集客に困ってなないはずだからなんでですよで、えー、っと集客の部分で言うと,、えー、っと今言ったようにヒューマンコミュニケーションが大事ですっていう話をしましたよね。で集客のウェブができるのは集客までなんですよ。制約のスキルはどちらかっていうとヒューマンコミュニケーションなので、えー、っと私の今の時代においての 制約に関してはウェブ上だけで全てを完結させないわざわざ対面の要素を入れてくる方が長く勤め,て勤めてっていうか来てくれる人の相性のいいお客さんを確実に手に入れることができるそれは自分にとっても相手にとってもとてもいいことになるのであえてうんと人間らしい部分を全部自動化できるんだけど そこに入れていくっていうことによって高単価化していったりとか、えー、いろんなものを途中でね買っていただくっていう話になったりとかあと長期的に続くリピート対策とかになる要は思想が一緒で長く付きあえる人と最初から出会い付き合うことができるとその先の集客っていうのが楽になるじゃないですか結果的にお互いは幸せになれるんですよねなのであの数を 頑張るだけっていう集客は今多分トレンドじゃないなとは思いますあの。母体としての数は必要なんですよ。例えばインスタグラムのフォロワーが100人よりは1万人の方が当たり前ですけど確率論として制約する確率は高いですよね人がそんだけいっぱいいるから。だけれどもじゃあその1万人があのー 自分,に自分の授業に対して興味がなくてなんかもう広告使って無理やり集めたみたいなその広告のまた出来が悪いといまいちな人を集めちゃう広告になっちゃいますからね。っていうような状態で集めているものなのか。 本当にちゃんと信じてもらえる自分の発信とかライブを見てこの先生好きって言って来てもらうっていう状態を作った上でやってるのかっていうのはすごく大きな違いになるのでおそらく、えー、とこの機会にですねウェブ全体の見直しをする必要があります。はい、でそれによって対応策あの自分がちゃんと学んで えー、例えば私ももちろんコンサルもやってるしそういうものを自分で作れるスキルができるようなリビングキーアカデミーっていう短期講座とかも持っていたりするんですけど何かしらそういうところでも学びながら えー、自分で修正調整ができる力を身につけていくと、えー、時代の流れのね、まあ、私は潮目が変わったっていうふうに言ってるんですけど時代の流れが変わった状態であったとしても軌道修正が軽やかにででできるんですよ自分でだから私もあの何かそういう,こう時代の流れの変化とかを感じているので、えー、コロナ禍に入る時にはオンラインを強力に進めてました。 で収束が見えてきたら今度対面の方を少し入れようっていうことを今私クレアンドさんに言い始めてます、はいあのー。今の時期が逆に対面をもうそろそろオンラインだけでやるの飽きてきたっていうのとオンラインだけで会ってた先生にいよいよリアルで会いたくなるっていうその時期が今なので、あのー、商品サービスを提供する側のタイミングっていうのは 必要な時に必要なサービスを出していくっていうことになるので、私も今今年はリアルで会える会を増やしていってます。セミナーもそうですし、ライブもそうなんですけどね。だからそれは 時代の要請というか皆さんの意識がそちらの方に向かっているからです。もちろんオンライン好きって楽、便利、遠方の人、骨費かからない、好きな時間でできる、それこそね、あの動画学習とかそういう効果はもちろんあるんですけれども、そこを中心に思っていく人は別にそのままオンラインやればいいじゃないですか。あの、今ね、価値が高いのは、 その波動じゃないですけどその人自身の生き様を見るのはやっぱねな生の状態に触れるっていうのが一番体に入ってくるんですよ。これ例えば絵とかもねあの本当の本当の画家が描いた本当の絵っていうのは持ってる力が違うんですよ。レプリカ成功なレプリカもありますけれども。 あのプリントとかもあるじゃないですかもうそうなってくるとやっぱり質感とかその人の時代にその筆を持ってねいたその画家の気迫とかそういうのも一緒に息遣いとかまで伝わってくる要は思想ですよね、はい。だからその2次元というより3次元の領域思想まで含めた状態で見られるでそこに逆にエンターテイメントがありその方の個性が出てくるっていうこの時代に多分ね 教室業の、えー、状態も進化していってるからその中で選ばれないといけないんですよ。なので、あのー、より大変な時代っていうかあのよりね高度な技術が必要な時代にはなってきてはいるんですけれども、まあ、そこについていくっていうふうに思う方は今からでもいいのでウェブに手入れをしていく必要があると思います。はいあのー 実際にね、まあどうどう、どうなんですかっていう部分に関しては、あの私の方でも、えー、っと月に、ね、人数限られちゃいますけれども、初回とかはあの無料で、ね、相談とか受けてる部分もありますので、LINE から、ね、お申し込みいただいて、でそういうのでチェックしていただくっていうのでもいいし、誰か知り合いの人でそういったものに長けてるのを見ることができる人がいたら、その人に見てもらうっていうのでもいいですけど。 今あんまり集客がうまくいってないんだったら絶対にそこはチェックしておいた方がいいと思う領域なので今日はお伝えしてみました。はい、それではまとめに入りたいと思います。コロナ禍が収束した後、集客に苦戦している先生が最初にやるべきこととは答えは Web 全体のチェックと手入れ、そして対面の割合を少しずつ増やしていくことが今対応する。 いいアイディアなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ご参考にしてください。それでは。